もなく足元の悪い中、よくこそむしろよくたどり着いてくれました。皆様ありがとうございます。嬉しいです。やっと会いましたね皆さん。温度差があったね。やっと会えたみたいな感じで言われましてもみたいなありましたけど、いや本当ね、名古屋の皆さん、愛知の皆さん、会えて本当嬉しい。いやー皆さんやっと会いましたね。本当はこの140のツアー一発目でここに皆さんにお会いする予定だったんですけども、いろんなことがございまして延期延期を重ね、今日この日を迎えることができたということで、いやよかった、会いたかったです。今日というタイミングで皆さん来る、ね、来る時いろんな思いもあったでしょうにね。だってここ早く出てさ、なんか今日すごい厳かなコンサート対応でやってるでしょ。ね、なんかみんなこうドレスコードがなんかあってすごい感じでこう着飾ってきてる中、皆さんがこのようにですね、なんて言ったらいいんでしょう、色合い的にはですね、まあなんだろう、こうちょっとこう派手な色の服もやっぱりね、私のライブの特徴でイメージが全体的にこう筑前のようなカラーの皆さんが来てくださってですね、毎日もう私が見る限りこうドレスコードドブという感じでですね、素敵な方々が来てくれて本当嬉しいです。いやだからもうさ、ずっとこの神戸で皆さんにお会いしたかったからテンション上がっちゃって、今日もね、あの生放送トヨタジャニスを終えまして、そのままですね梅田駅に向かって阪急に揺られてきましたよ。はじめに1階席19列から21列のお客様と2階席のお客様はご退場をお願いいたします。お疲れ様、ありがとうね、よく来てて、もちろんのことよ、もちろん。それじゃ皆さんがまあ本当に伺い続けるようですよ。
こんな声出さないとダメだよ。